おはようございます。2023年1月7日土曜日の朝です。今日の体重は 65.70 でした。体脂肪率は 38.5% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は晴れですね。天気良さそうですね。いや、おはようアビラちゃんを撮るの忘れちゃってましてですね、なんか家の中でいろいろもうすでにやってまして気づけば太陽どっか行っちゃいましたね。あ、なんだあれ、あ、なんですかね、この足跡。あら、これは動物じゃなっぽいぞ。動物はこんな感じなんですよね。てんてんてん。なんだ、あんまり見たことないね、これ。人だったら嫌ですけどね、うちに伸びてますからね。なんだろう、気になるけど。まあ、とりあえず今日はやること盛りだくさんですから、いろいろこなしていこうと思いますよ。今日の朝ごはんです。今日は七草がゆにしました。ご飯を少なめにして、草餅も入っております。食べます。今日のお昼ご飯です。今日はサーモンのムニエル、ギーを使いました。油ですね。それとレタスとミニトマト、ナマス。おつゆはこの間作ったやつの残り、舞茸、お揚げ、ほうれん草のおつゆ。ご飯は三分好きご飯にもち麦を入れて食べます。みかん食べます。これからちょっとですね、メルカリが売れたので荷物を出しに郵便局に行ってこようと思いますよ。で、それでさっきの足跡ですね、裏にあった。ちょっと気になるので見てきます。間違った。開いてないと思ったら、今日土曜日だった。うっかりしてた。裏から出せるって聞いたけど、メルカリが出せないかもな。ちょっと行ってきますね。あ、ダメだった。ダメだったのでですね、ローソンに出しに行かなきゃいけなくなっちゃった。ちょうど買い物待ったから。いいや、これからちょっとじゃあ車で買い物行ってきたいと思います。よし、まずエンジンかけましたよ。で、足跡が気になるから、ちょっと裏見てこようかな。これなんだ？これなんだ？あ、でも人じゃないよ、絶対。人じゃないけど、なんだろう。これなんでしょう。猫かな？胴体太そうですけどね。なんでしょうね、ちょっと可愛いですね。はあ、気になるけど、いつか出会えることを願っております。へえ、なんだろうね、なんだろうね、ここなんでしょうね。エリコロの動画。じゃあちょっとお買い物ですね、行ってきたいと思います。ローソン着いた。ここですね、アビラ町なんですけれども、私が住んでるのがアビラ町の追分地区っていうところで、ここがですね、戸朝地区っていうところになりますね。で、アビラ町は、追分、アビラ、早北、戸朝が合併してなってるのでですね、厳密に言うとですね、一番端っこになります。端から端に来た感じですね。じゃあまず荷物出します。フーズショップ、岸田で買い物します。セブンイレブンも寄ります。セブンイレブンで。コーヒー買いましたので飲みます。それとお菓子をすごく食べたくなったけど、めちゃめちゃ我慢して、結果カニカマを買いました。これ食べながら帰ります。でもどうしてもおやつ食べたくてチョコだけ買っちゃいました。これは食べるか分かりません。買って満足したかもしれません。買ってきましたよ。今まだ5時なんですけど、結構暗いですね。もう夜ですね。まずは中入ります。今日の夜ご飯です。今日はライスヌードルの塩焼きそば作りました。豚肉ともやしとほうれん草とあと舞茸入っております。味付けは鰹節粉と干し網ですね。あとニンニクも入っております。食べます。というわけで今日も一日が終わりました。
今日珍しくこっちのリビングの方でですね、旦那さんもいませんからね、一人時間をですね満喫しておりまして、ここでも動画も撮っちゃおうと思ってですね、今日こちらで撮らせていただいております。で今ですねお風呂、今日運動しましたね。久しぶりにマリナさんの9分の2023年に出てるお正月太り解消のやつをやったんですけど、まああれで脂肪を燃やそうなんて甘いことは考えてませんよもう本当は運動習慣がもうずっとなくなりすぎてるので、なんかちょっとできる時にはちゃんとやらなきゃっていう気持ちもあってですね、それでやらないよりやった方がいいっていう気持ちで9分で終わっちゃったんですけどやりました。でもなんかもうちょっとだけスクワットやったんですけど、もうすごい、その後すぐお風呂入ってきたんですけど、もう太ももが結構プル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 してて、明日絶対筋肉痛だろうなって感じですっていうくらい、やっぱりあんなもんじゃ私筋肉痛にならなかったですからね。ひどい筋肉落ちてるかもしれない、ちょっと恐怖を抱きましたはい、そんな感じですね。でもまあ、運動習慣つけるためにはですね、考えてても運動習慣ってできないんですよね。いや分かってるんですけどって思ってですね、それでなんかまずは行動かなと思って、もう何も考えずにとりあえず やろうと思ってやりましたのでですね、これからもその気持ちが続けばいいなって思ってます。それが気持ちが続いてる行動にちゃんと移せればいいな、頑張ろうって思っております。はい、そんな感じでした。あとご飯の方もですね、今日全部ご飯作って食べれましたよ。そう、それでセブンイレブンに行った時もですね、迷いましたね。手抜きしてもいいから今日一人だしと思って、だからちょっと手抜きしちゃおうかなと思って、すごい悩んで何回かカゴにも入れて、結局戻して自分で作ろうと思ってですねそれで自分で作ってちゃんと食べることができました。内容としてはまあそんなに良くはないけど、全然悪くはないかなって感じだったと思うので、まあご飯の方は合格かな。しかもおやつって怖いですよね。本当おやつって、お菓子って麻薬って思いますよ。なんかもうなんか欲してるの分かるんですよね。怖いですよね。だからもうなんかお正月に本当に毎日のように食べてたので、ピタって結構ピタッとやめたので、セブンに行くと思っちゃいましてですね、コンビニ怖いですね。おやつは麻薬ですね。なんですけども、もうどうしようって、それもすごい迷って挙句ね、チョコと思って、お腹はちょっと小腹空いてたのですっごい迷ってたんですけど、だけどとりあえずカニカマで我慢と思って、カニカマ好きですしね、カニカマ買って、あと甘いもん絶対食べたくなると思ってチョコ買って、それでコーヒー買って、なんとか満足できてよかったですよ。いや本当にもっとバーって買っちゃいそうだったんですけど、我慢できたから合格。また今日も偉いって思いました、自分我慢できたでもあんまりコンビニ行かない方がいいかなってしばらく思いましたね。行くと悩んで葛藤が辛いからしばらくコンビニ行かないと思いました。ローソンでも別に荷物なしでそのまま帰ってきちゃったんですけどね。そうだから、なんだろう、でもすごいお腹空いてたんだろうな。で結局のところはですね、カニカマ食べて満足して、チョコはまだ食べずに置いてあります。うん、なので、まあ、食べると思いますけどね、なんか1個ずつとか2個ずつとか食べようかな、ちょっとずつですね、口寂しいなと思った時に食べようと思います。はい、そんな感じですね。で今日今ここでなんかこうやってガチャガチャってしてますけどね、アロマのですね、この勉強をちょっとしようと思って、いろんなこと忘れてるんですよ、今まで勉強してきたことで。なんか体の仕組みとか、やっぱりお話、アロマのトリートメントをしてる時にですね、いろんな話になるんですよね。そう、前もそうだったんですけど、その時昔は結構なんか勉強したてだったから、口からパル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 ってもう自然に出てきたことがもう何にも忘れちゃってるから、なんかちょっとでも
なんていうんですか、誘い水じゃないけど、なんていうの、なんかちょっとなんかこうパラパラって言ったら思い出すんですよね、やっぱり。あ、そうみたくなるから、それをやるために今ちょっとまたちょっとバーって目通しておりました。昔の勉強したやつとかもですね、こんないろいろ頑張って勉強してたやつとかも今見返したりとかしてやってました。頑張っていろいろとですね。でも面白いですね。久しぶりにこういう気持ちになっていろいろ勉強しようと思っていろいろ見たりして面白いなって思っております。そうで、旦那さんがいないからですね、ちょっともう消えちゃいそうですけどね、なんかちょっと お香いつもアロマ炊いてるんですけど、なんですけどたまにはお香もいいなと思ってお香炊いてます。お香効果、ロータスだからハスですかね、ハスのお香炊いてますよ。これも自然のものしか入ってないみたいなやつです。たまにいいですね、お香もなんか集中できる、そんな環境を今日は作れるのでですね、一人なのでですね、満喫しております。この後も少しですねお勉強したりとか、まあ普通に小説とかも寝ながら読んでるのとかもあるのでゆっくり過ごしたいと思います。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。